はい、ハノイリビングの田口です。今私はですね、タイ湖の南岸エリアにありますトゥイクエ、トゥイクエ通り、このトゥイクエ通り沿いに、立ってますサングループが建設開発した、サングランドシティトゥイクエレジデンスですね。ここに来てます。はい、もうすでにね、竣工もして、まだ一部ねちょっと敷地内の、造作が残ってるみたいなんですけど、ほぼほぼ完成して、もうたくさんのベトナム人のお客さんも、もしくは一部外国人がもう買われてますね。もうほぼ完売してる状態ですね。はい、で完売するとですね、買ったお客さん、買った方が今度は貸し出しに出てきます。はい、ここで何件か、貸したいという、ベトナム人のオーナーさんがいるので、今日はその方の部屋を3つほどね、皆様にご紹介してみようかなと思います。はい、レベルはね、リングループよりもサングループの方がレベルは高い、そういうふうに言われてます。はい、でやっぱり実際にどんだけのレベルなのかというのはね、はい、今から部屋の中、撮影しますので、ちょっと皆さんで確認してみてください。はい、じゃあこれから部屋に入っていきますね。はい、これ今日、ショッピングモールがね中にあるんですけども、2階部分に、サクラモンテッソーリの幼稚園がここにありますね。はい、結構ねかなり広いスペースを取って幼稚園運営をされてますね。はい、もう稼働してますもちろんね。ワンフロアじゃなくて半分のフロアぐらいかな。はい、こんな風にして運営されてますね。1階はねスターバックスが入ってて、BIDV の銀行の窓口もあります。はい、結構ね広い、こんな感じですね。地下もあってね、ショッピングモールは結構なスペースを割いてますね。はい、その中に、レジデンスがあるということです。次の A、はい、ここの、レジデンスですね、中のお部屋をご紹介します。受付レセプションがねこんな風になって、綺麗にね、はい、飾ってるというか、すごいですね、豪華な感じ で、はい、で こういうロビーがあって、でメールボックスがありますね。金のメールボックス、すごいですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあこれからカードキーで入り口を開けて中に入っていきます。はい、じゃあこれからですね、室内撮っていきますね。はい、まずは2ベッドルームの部屋撮っていきます。 OK、 Thank you、 Thank you。 はい、パーッとまず映しますね。このね、衣装的なこの部屋、まずおそらくサングランド室の中でもこういう部屋はここしかないですね。なぜかというと、ここはもともと3ベッドルームだったんですよね。3ベッド、それを大改造して2ベッドにしたんですよね。その代わり広々とこういったところ、ダイニングテーブルの周りからリビングダイニングがスカーッとこう広く作ったんですよね。はい、121平米なんですよ、ここ。121平米の3ベッドルームを2ベッドルームに変えたんですよね。なんで、オーナーの手作りの部屋です。オーナーの手作りの部屋なので、同じ間取りは、二度とはないんですよね。2つもない。はい、今日はねちょっと燃やってるんで、これ包帯の眺めが見れないんですけど、スカーッと天気が良ければ湖がもう見渡せるレイクビューなんですよね。で、奥行きのあるバルコニーがあって、網戸もちゃんとついてると、はい、こういう、日本人もある程度意識したような、内装にしてるんですよね。はい、こんな感じですね。はい、なかなか珍しいんで、ちょっともうすぐに飛んできたんですけども、こういうね要所要所に収納をたっぷりこしらえて、はい、あ、ちょっとこれは動かないな、こっちも本棚のような、はい、ものがね、でこう衣装的なこういう電灯をつけて、はい、こういう常にね収納は収納少ないよとは絶対言わせないっていうぐらいの勢いでこうやってつけてるんですよね。これ全部収納です、全部収納で、壁面もこれは何か、材質はコンクリートかな、コンクリですね、ベニヤじゃありません、本当のコンクリートを張って、下も同じような色調のフローリングじゃないですね、コンクリートで敷き詰めてるんですよね。はい、でちょっとここはベトナムチックなんですけども、何かな、神棚かなと思うんですけど、これも収納ですね、これも収納。はい、
こんなようなちょっとねものすごくこう粋な、はい、ベトナム人の方にすればとても粋なですね間取りなんですね。はい、どうでしょう。ここがリビングダイニングキッチン。まずじゃあキッチンからいきましょうかね。はい、パナソニックさんの両開きの観音開きの冷蔵庫があります。インバーターですね、パナソニックを使っていると。でボッシュのこれね食洗機ですね、はい、食器洗浄機も組み込んでます。で電子レンジ、さすがにねオーブンまではないかな、オーブンまではないですけども、IH の三口のクッキングヒーターがあって、それぞれね収納はしっかりと。東芝さんのライスクッカー、日本製をねパナソニックさんのポットなんで日本製を意識してやってます。であとはね、ここにもあるようにないな、浄水器があるのかな、これ浄水器をどこにつけてるのかな、ちょっとわかりませんが、はい、これ浄水器ですね、浄水の水。ちょっと閉めてんのかな今ね、まあ、ここは復活させて、これ水道水、ここは浄水、飲める浄水、ここで野菜を洗ったりすることができるものも全部ねこの奥に多分あると思うんですよね、はい、この奥にあると思うんで、これはあれです、掃除機かな。あ、ここか、あ違うな、よいしょ、これ取ってあげるのかな、わかんないな、はい、まあこの中に入れてると思うんですよね。カウンターキッチンがあって、 L 字型使いやすいキッチンですね。でもう要所要所にこうやって収納たっぷりと、はい、つけてますね、収納たっぷり、はい、こんな感じですね、よいしょ、はい、まあ、あの色も白くで、コンクリートの淡いコンクリート、はい、まあ、あのお皿とかね、まな板、包丁、チョップスティック、お鍋、大中小、フライパン、その辺は全部用意してくれます、はい、あの家族構成がわからないんで、とりあえず今は何も、ないですけども、ちゃんと、つけてくれますね、はい、このキッチン、キッチンがあって、テレビもソニーのテレビ、はい、ここねできてしばらくこの部屋にして、日本人夫婦がここでね何年か住まれたみたいです、はい、日本人が住まわれて、今オーナーさんにしてみてもね、できればもうまた日本人に住んでほしいというふうにおっしゃってるんですけども、はい、あの綺麗に日本の方がここ気に入って使っていたみたいです。はい、メインベッドルームにもソニーの薄型のテレビがあって、こまがまっとしたところにこういった収納をねつけてくれてると。この幅に合わせて設計して家具屋さんで作って取り付けたんでしょうね。棚がもうこういう棚がねいっぱいあるんですよね、はい、これどうやって開けるのかな、あ分かんないですね、開くのかな、多分開くんでしょうけど、取っ手がないんで開きませんね、はい、おちょいちょいちょい、よいしょ、はい、でベッドがあって、で両サイドにはキャビネットがあって読書棟があります、はい、で右側に行くとこういうね収納がまだまだたっぷりとあります、はい、上にもあって、ちょっとね普通の何でしょうね、普通の収納じゃなくて花面がこう木目調にしてあるような、こうちょっとおしゃれなねやつがあると。でドレッサーみたいなちょっと化粧台みたいなものをドーンとここにね、はい、ガラス張りで一面でこうガラスをつけて、ここに水回り、はい、TOTOのウォシュレット、最新のウォシュレットがついてます。ヒップウォッシャーももともとついてますけど、 TOTO のウォシュレットももちろんつける、洗面も TOTO ですね。でこちら側がシャワーブースですね、シャワーブース、ちょっとおしゃれなね三角形のこういうコーナーシャワーのような、はい、こんな感じなんですよね。で引き戸で、はい、閉めてシャワーとお手洗いよく分けてるわけですね、はい、中にも収納がたっぷりと、はい、トイレットペーパーとかいろいろね歯磨き粉とかね、そういったものをこうドーン並べておくものもしっかりとあって、電源も 1,2,3 口ありますね。それとあのライトがあると、はい、ライトがあってここで電気がつくわけですね、はい、どうでしょうね、もう改造したというたっぷり改造しましたっていう感じの部屋ですね。ここの部屋の床はフローリングですね、綺麗な淡い色の、足の裏にもこう擦れば木のねなんか材質が感じられるようなフローリングですねをしてます。はい、どうでしょう、ここは8階ですね、8階でもねもうすぐすぐそこは、包帯なんでね、目の前はもうちょっとこちゃこちゃっとした隣近所のもともとの家が立ち並んではいますけども、この中に作り上げた3グループの3シティですね、3グループが、
初めてハノイで作った1号目の、分譲マンションコンドミニアムですね。はい、こんな感じで、ここがダイニングテーブルがあって、ここにも、ちょっとした洗濯物干し場があるんですね。洗濯物干し、はい、洗濯機があって、で上にこう乾燥させる、乾燥じゃない、物干し竿ですね。でよく見るとこれも網戸なんですね。はい、蚊は絶対に入ってこさせないぞというこの気持ちが表れているような、ここにも網戸をつける必要があるのか、でも開けっぱなしにすることもあるんでね。はい、まあ、ここに洗濯機でここで干していただくと、広いですね、ランドリースペースが。これダイニングのこの、こことこちらがサブベッドルームなんですよ。そこからとこつながるようになっていますね。はい、なかなかのいい設計ですよね。本当はサブベッドルームの時はこの辺りまで、この辺りまで部屋の壁だったらしいですね。それを切って、はい、リビングダイニングテーブル、リビングダイニングキッチンのスペースを広げたということですね。はい、で2ベッドルームなんでもう一つですね、ちょっとオーナーさんいらっしゃいますけども、はい、気にせずに、ここが2ベッドルーム目。はい、こうなります。机があってちっちゃなベッドがあって、ここにもソニーのテーブル、テレビがあります。収納は床から上までたっぷりありますね。たっぷりあります。はい、これぐらいで、ここから、はい、先ほどの、段取りスペースに行くと、はい、こんな感じですね。エアコンはもうビルトインですね。全部ビルトイン、ダイキンのビルトインエアコン。これはサンシティの、サングランドシティの標準の機能だと思います。はい、で、サブベッドルームの目の前に、はい、もう一つサブの、バスルームとドレ、お手洗いですね、がつきます。ここにもウォシュレットがつくと。2つあって2つともウォシュレットがつきます。はい、残念ながらね、残念ながらバスタブはつかないんですよね。バスタブはない。ここはもちろん、サングランドシティっていうのは、お湯は、セントラルなんでお湯が出続けるんですけども、残念ながらバスタブはつけてらっしゃらないですね。はい、入り口がこうあって、ここで靴を脱いで、ここに下足箱ですね。ここに下足箱、はい、ちょっと今も全部入ってますけども、はい、下足箱も上から下まで天袋まであると、はい、入り口はもちろん、指紋認証ですね。指紋認証で入るというね、最新式のセキュリティが缶である、まあ、仕込んである部屋という感じです。はい、121平米、これで大体いくらかですね。はい、まあ、オーナーさんとの交渉なんで、もちろん時期時期によってやっぱり変わってくるとは思うんですけども、現時点で税金と管理費だけでですね、2550ドルとおっしゃってます。2550ドル。まあ、ただまあこれがね、ビタ一文負けませんよというわけではないと思いますし、まあ、いつから入居してくれますかということによってはもう少し妥協してくれるかもしれません。はい、ただまあこんだけの部屋を作ってるわけですから、相当やっぱり自信持ってるわけですね。はい、パッと見はそこにいらっしゃるお二人は若い感じですけど、おそらくご両親どちらかがもうお金を出してこういうのを作って買ったんだと思います。はい、いかがでしょうかね。はい、タイプの南岸に面したサングランドシティ、サングループのハノイで初めての分譲マンションですね。はい、噂通りのグレードを保っていますね。サングループのグレードはしっかりと、はい、保っているようなレベルですね。はい、どうでしょうか。この辺りで、まあ、起点にして通勤をしたり動く、まあ、必要のある方ですね。はい、ちょうど真ん中なんでね、包帯ぐるっと回って30通りの方に買い物に行ったりとかですね、旧市街の方に出ようと、東側にビュッと走れば旧市街ですね、ちょっと南に下がれば金間ですし、バッとこのまま真っすぐ西に行けば、ボーチーコン通りに出てドーンと一気に空港まで上がっていけると、そういう、まあ、ちょうどハノイ市の中心地にあたるポイントに立っているサングランドシティの部屋 の、はい、改造した2ベッドルームのお部屋ですね。はい、内覧等のご希望であればいち早くハノイリビングまでお問い合わせをしてください。以上でレポート終わります。